ね、アイスすごくない？アイスすごい、アイスすごいの、これ写していいのかな、ダメか、いい、ね、すごくない、ね、すごくない、ねえ、嬉しいね、嬉しい、ね、嬉しい、どれ取る、どれ取る、どれ取る、全部ね、どれにする、全部美味しそう、ね、これ食べたことないんだけど有名だよ、ね、これめっちゃ美味しいよ、食べやすいし、確かに食べやすい、え、名前書いとかないとさ、これやばいよ、取られちゃう、取られちゃう、え、取られちゃう、ね、名前書こうかな、本当に、何にしようかな、決まった、ゆい、すごい太い、すごい、よし決まった。じゃあここに、えい、ここに救助しよう。オッケー。なんとですね、今日のアイス何が特別かというと、見てください。ゆいって名前が書いてあるんですよ。どうやら小栗のゆいゆいさんが置いて帰ったらしく、私がね、さっき終わってアイスコーナーにいたの、何もないかなって思ってたら、これが残ってたんです。ゆいティラミス氷が。それで、もうゆい帰っちゃったから、いいよって言われてスタッフさんに渡されました。ゆいは知らないと思うんだけど、でもゆいはもう忘れているはずなのよ。そうだからスタッフさんがもう、これ、多分誰かが、ゆいじゃない誰かが食べることになるから、食べちゃえっていうのでいただきました。なので、食べます。ゆいありがとう。普通だったら食べませんよ、名前書いてあったらね。今日はゆいゆいが忘れて帰ったのでいただきます、供養します。あ、このラベル欲しいって人がいる、おかしいな。いただきます。うんふんって言っちゃった。佐保さんがっていうのがすごい目に入ってくるんだけど、どうしました？アイス？私アイス食べてない、私アイス食べてなくて、結局名前思いっきりゆいって書いたんですけど食べれなかったから、スタッフさんによかったら食べてくださいって言ってあげたんですけど、どうなってますか？佐保さんが食べたのよかった、誰か食べてくれたならよかった、スタッフさんがよかったならよかった、美味しく食べてもらえたなら一番いいので嬉しい。これ食べた、ゆいゆい気づいた、ゆいゆいに気づかれた、アイス気づかれたぞ。アイスかっかげ